皆さんこんにちは。11月30日をもって長年在籍したジャニーズ事務所を退所することを発表した元 V6 岡田准一さん。 NHK 大河ドラマ「どうする家康」で織田信長役を演じて話題になるなど、今のジャニーズ事務所でもエース格の一人である岡田さん。1995年に V6 として CD デビューし、三宅健さん、森田剛さんと共にカミングセンチュリーの一員としても活動しました。アメリカ・ラスベガスでブラジリアン柔術世界大会ワールドマスター柔術選手権に参加し、マスターサンチャオビライトフェザー級で初戦を突破し準々決勝まで進出したことがニュースにも取り上げられるなど、幅広く活躍する岡田さん。10月2日行われたジャニーズ事務所の新体制発表記者会見でも、記者から岡田さんの退所について質問が飛びましたが、その時の井ノ原さんのコメントがファンの中で反響を呼んでいます。今回は井ノ原さんと岡田さんの関係や、井ノ原さんが岡田さんの退所に何を思ったのか調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。岡田准一さんが退所する理由について、ジャニーズ事務所は、今回の決断はこの度の故ジャニー喜多川性加害問題に起因しておりますので、本来所属タレントを守らなければならない弊社が、会社の問題により所属タレントである岡田に苦しい思いと苦渋の決断をさせてしまったことに、岡田に対してはもちろんのこと、ファンの皆様やお取引先様をはじめとするステークホルダーの皆様に対しても大きな社会的責任を感じております。改めまして深くお詫び申し上げますと説明、謝罪しました。続けて岡田自身、ファンの皆様に辛い思いをさせてしまっていることや、将来にわたってご一緒くださる関係者の皆様にこれ以上ご迷惑をおかけしたくないという思いが強くございました。加えて自身の年齢やこれからのキャリアを考え、より一層ものづくりや演じることを追求していきたいというビジョンを抱いていたことも決断に至った理由となりますと説明しました。三宅さん同様 2B に合流するなどの見方もあり、新たに設立するマネジメント会社とエージェント契約の可能性があることを示唆されましたが、岡田さんは今後個人事務所を設立し活動するとされています。今回のジャニーズの記者会見で井ノ原快彦さんは新会社の副社長に就任することが発表されました。タレント業は継続とのこと。記者会見同日に発表された岡田さんの退所について、記者から質問が飛び、井ノ原さんは、岡田准一に関しましては連絡を取っています、こんな言い方あれなんですけど関係性は変わらないのでと語り、会社があって会社を出るとかそういうことは関係ないよねって話をしていてと会話の一部を明かしました。そして記者から、退所はしないんですかとズバリ問われると、井ノ原さんは、これからしっかりと発表してくると思いますので本人からさせてあげてくださいと話しました。グループの末っ子を思いやるこの発言や、記者会見での記者の暴走を制止させた井ノ原さんの好感度が上昇していました。過去に岡田さんと共演したタレントからその自由さを評価されており、それを聞かされた井ノ原さんは、それは良かった、あいつが自由でいてくれるのは嬉しいですねと岡田さんへの思いを明かしていました。4歳年下の弟とも共演回数が減っていたことから、年長者として不安だったのだと思います。2019年に TOKIO が MC のフジテレビ系TOKIO かけるに井ノ原さんが出演した際、命がいる限り V6 は喧嘩しなさそうという意見が出ると、井ノ原さんは、しますよ、男の集まりですからと喧嘩はするとコメント。若い頃は喧嘩が絶えなかったそうですが、年月が経ちメンバー全員が40歳を超えると喧嘩はさすがにしないと年を重ねて落ち着いてきたと話しました。話し合うことは今もあるのかと聞かれると、話し合うって言ってもかなり普通に、何か決めなきゃいけない時も結構スムーズに進むかなと明かしましたが、 TOKIO の国分太一さんから、昔さ
V6 のライブの打ち合わせ、尋常じゃなく長かったよね、と投げかけられると、意見合わないんだもん、と振り返り、今はだいぶ短くなってきたの？と打ち合わせの時間について聞かれると、短いと答え、みんな早く帰りたいんだろうね、と周囲の笑いを誘っていました。さらにはお互いの健康を思いやるようになってきたと話すと、岡田さんがボソッと、みんなが幸せならいいな、とつぶやいたといい、これには TOKIO の面々も、重いねや深いねとコメントしていました。井ノ原さんと岡田さんは井ノ岡というコンビもあり、二人とも楽器が弾くことができ、正式な二人のユニット曲は3曲。なお、二人とも作曲ができるため、即興曲が他に多数あります。大きな特徴は、ジュニア、時代の新芽が、グループ内にいない、二人で構成されている点であり、新芽より、コンビという言葉が似合う点です。また、メンバーで唯一、岡田くんだけがイノッチと、井ノ原さんをあだ名で呼んでいました。そもそもこの二人の性格は、逆のタイプであり、根本的な感覚や乗り方も異なる部分が多く、タイプは全然違うはずなのに、二人になると突如、近所のお兄ちゃんと甘えん坊の弟、という空気感が生まれ、周りの温度が上がります。おそらくそれは、トニカミの末っ子同士だからこそ、分かり合える部分があったり、4歳差という絶妙な距離感により、全体的にシャイな V6 の中でも特に、リアルな兄弟感が、醸し出されているからではないかと思います。デビュー当時、何も知らずに入ってきた彼を見て、先輩としてちゃんとしなきゃと思った。彼のおかげで努力しなくちゃと思った。そういう意味で、ずっと彼に支えられてきたような気がする。という井ノ原さんの言葉が二人の関係性を表しています。1995年、V6 のメンバーを決めるためのオーディション会場で、一人ぼっちでいた当時14歳の新米ジュニア、岡田さんを気にかけ、一番最初に話しかけたのが、ジュニア、井ノ原くんでした。これが二人の出会いであり、その後すぐに岡田さんは大阪から一人で上京、そして V6 としてデビューを果たすことになります。岡田くんは年齢も、経験も、人気もすでにかなり上の先輩たちと、突然アイドルグループを組み、さらに剛健という異彩を放つジュニア、トップの後輩として、一緒に活動することになるのですが、それがもともと引っ込み思案だった岡田少年にとって、それほど不安なものだったかは想像できます。そんな中、非常に情に厚く、おせっかいが大好きな井ノ原さんの存在は、当時まだ何もわからなかった岡田さんにとって、命には気を使わずに甘えられる、ような、素直に頼れる存在だったのだと思います。何でも言ってくれる、命みたいな人が、近くにいることは僕にとって幸せなこと。共演してみたいというか、して助かるのは井ノ原くん。いろいろ教えてくれるから。命は、俺がみんなの輪に入らないと、一生懸命誘ってくれる。けど俺は、例えば今日は本を読むと決めたら、読む人間なので。でも、ありがとう。大好きな命。命の笑顔から力を、もらってることを忘れないで。辛い時は甘えたり悲しい顔をしてもいいんだよ。僕らはそういう命も好きだよ。といった言葉には、いつも面倒を見てくれる、引っ張ってくれる、井ノ原さんへの思いが溢れています。井ノ原さんは実際に年の離れた弟がいますし、新入りの年下とコミュニケーションを取ることや、信頼関係を築くことは得意でしょうし、そういう意味で、岡田さんが井ノ原さんを頼りにしやすかったのは、自然な流れなのだと思います。そして井ノ原さんとしても、最初に紹介した、何も知らない彼を見て、先輩としてちゃんとしなきゃと思ったにあるように、アイドルの先輩としてはもちろん、年上の人間として、たった一人で上京してきた、中学生の彼を支えることを、強く意識していたのではないでしょうか。仕事仲間というよりも圧倒的、近所のお兄ちゃんと弟という関係性だからこそ、ジャニーズアイランドの社長に就任した後も、メンバーのことを気にかけ、三宅さん、森田さん、岡田さんの、対処した弟たちを気にかけていたのでしょう。
岡田さんがどんな選択を取ろうとも、井ノ原さんは見守り続けることでしょうし、お互いが幸せを願い続けていることだと思います。別々の道を歩むこととなる2人の今後の活躍に期待しましょう。いかがでしたでしょうか。今回は井ノ原さんと岡田さんの関係や、井ノ原さんが岡田さんの退所に何を思ったのかをご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いします。それではまた。